みなさん、こんにちは。しおりみちゃんのやしほです。はい、というわけで、今回ですね、私もう鉛筆がなくなっちゃって、鉛筆を求め、フライングタイガーに行ったわけです。あの、フライングタイガーで言ってるあの黒い、あ、そう、黒い鉛筆。あれが欲しかった、ね。あれが好きで、あれを求め、行ったわけです。はい。そして、その鉛筆のついでに、いろんなものを買いました、フライングタイガー。家族でいろいろ買ってきました。リミちゃんも買ったし、はい、ママも買ったし、パパも買ってました。はい、買ったかな、パパをかな買ったかな、まあいいや。で、みんながね、買ったものをまとめてね。そうなんです、ちょっと金額がですね、はい、1万円を超えてます。はい、でもね、このバッグ代を含めて1万円ですね、これ。そうですね、バッグっていくらですか。多分400円とかするんじゃないかな。400、500円すると思う。じゃあこのバッグを引いても9000円。そうだね、約9000円ですねそれぐらいね、お買い物したので、はい、今回はね、はい、こちらの購入品紹介をしていきたいと思います。イエーイ。久しぶりにね、行きましたね。もう何ヶ月ぶり。10ヶ月ぶり。10年ぶり。しーちゃん何歳よ。まだ11歳じゃん。10年ぶりじゃ1歳の時に行ったんですかダメだよ、嘘は我が家はね、パパ以外はまだね、千葉県からね、出てないんですよね。そうなんですよ。まだね、あの県をまたぐ移動はね、控えてるというかね。そうですね、うん、県またぎ OK なんですけど、もうね、なんか嫌、はい、嫌じゃない、なんか。まあでも行くとこもないしね、特にね。わかるなんかこう、ね、千葉県の中でまだ過ごせてますはい、はい、パパは仕事がもう東京だからしょうがないけど。そうですね、ね、しょうがないですね、それはね。はい、ということで、もう雑談はいいや。はい、はい、ということで、さっさと紹介しましょう。ブンバーイ。今回この袋に入ってるものなんですけど、結構ありません、量的に。うん、結構ありますよね、うん、この分厚さ結構ありますよね。まず1つ目はこちらです。はい、これをね、買いに行ったようなもんですね、フライングタイガーに。これかわいいよね、鉛筆で先がね、すごいキラキラになってるんですよ。で、この筆自体が真っ黒なんですね。見せたことあるよね、きっとね。しーちゃんの筆箱とか。鉛筆自体が真っ黒なんですよ。シンプル的には最高。で、めっちゃ可愛くて、もう本当可愛いと思っちゃって。木のとこも黒いんだよね。そう、木も黒くて、ここもこう。ここですね。でも普通のね、鉛筆です。そうなんですよ。それ鉛筆って言われたり、ちょっと友達に配ったりもしてるんですけど、ね、マジで可愛い、本当に。これ可愛いよね。ママもこれ、ママが最初にこれ可愛いよねって言って買って、しほちゃんとりみちゃんにリポリ押ししたんだよね、最初ね最初はしほちゃんたち、これって感じだったんだけど、うん、今となっちゃお気に入りだよね。今となっちゃお気に入りで、もう半年以上前からずっとこれ愛用してて。そうだよね。今日も2個買ってきました。はい、今日っていうか昨日なんですけど。そうそう、昨日ね、昨日行って、うん、はい、2個買ってきました。はい、どんどん行きましょう。次にですね、こちらのちょっと花のライトっていうのかな。うんうんうん、じゃあちょっと開けてみようか。このこんな感じで、あの、こんな感じになるんですよ。すごい。で、部屋に飾ったらいいかなと思って、こっちにね、花があるんですよ、私の部屋、こっちに。こっちね、あ、これね、花があるんですよ。あ、ちょっと今マットがあるけどヨガマットみたいな。これは三日月桃子さんの商品です。はい、ということで、花つながりで飾ったら可愛いかなと思って。確かに可愛いかも。え、ママもピンク好きだからね。マジ可愛いね、これ。可愛いね、可愛いね。可愛くない、ほら見て、めっちゃめっちゃ可愛くない。可愛い。これをこう壁に飾って光らせると、うん、電池入ってないで光らせる。後でちょっと電池入れて、あの、光らせるところを最後に取れたら撮ります。はい、で今電池がないのでね。すごくない、これ。マジで可愛いんだけど。はい、ということで次行きたいと思います。はい、次行きましょう。次にですね、こ
これは何？あ、これリミちゃんが買いました。あ、なんか布にお絵描きするみたいな。そうそうそう、このペンで自分で色を塗って使う。なんだろう、このペンでこの犬の色を塗るって感じ。そう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 、そうです。そうです。そう、これバッグだね。あの手下げ、ミニ手下げ。やばいよね、やばい色の犬がいそうだね。こういうの大好きなんだよね、リミね。ね、ほんと。どんな犬になるんでしょうか。はい、次ですかね。次にこちらのメダルです。あ、チョコだ、リミ食べない。ね、ちょっとなんでチョコっていうの。私まだ言わなかったんだろ。ごめんごめん。だってこれさ、昨日さ、買った時にさ、食べたいって言って買ったからさ、今年が見つけたんだよ、これ。うんうん、すごくない？すごい。このレジの前に置いてあって、一瞬メダルとかって思うじゃないですか。チョコなんです。すごいのよね。すごくない？これ、うん、こんな感じで、ワンナンバーワン。これ飾ってきたいよね。うん、食べれるんですよ。食べれるとか、食べないと逆にね。はい、これリミちゃんのチョコレートです。しおちゃんダイエット中なんで。続いて私が買いました。何それ？こちらのハートワードのトランプです。あ、トランプか。で、これ街で可愛いなと思って日本があったんですけど、うん、表こんな感じで普通なんですけど、可愛い。これなんですよ、色が。え、マジで可愛くない？全部赤で。可愛い。こうやったらもうハートがもうバーって感じで、マジで可愛かったんですよね。可愛い。ということで、これをね、この友達トランプしたいと思います。そうだね。でもさ、修学旅行なくなったのマジで痛いよね。ああ、そっか。修学旅行の時トランプ持ってやってたもんね。この前お金のトランプ。あ、お金のトランプね。前ね、紹介したよね。持ち物紹介でね。お金のトランプ持ってって、先生にこれいくらあると思う？って言って。そしたら先生なんだって？いろんな人に聞いたから、うん、それはちょっと忘れちゃったんだけど。あ、そうなんだ。そう言ってた。すごいねって言ってた。今回ハートだから。そっか。あ、先生ハートって言ったら、いいってなるじゃん。ほら、今年男の先生だし、去年は女の先生だったから。え、でも女の先生、多分うちの、うち、あの女の質は女の先生の作品だ、うん、あ、そうか、そうか、そうか、そうじゃなきゃちょっとあれ問題が起こるだよね。あ、すごい、だから可愛いよね。中がなんか4色だよ。あ、そっか、そうなんですよ。ハートは赤とかの点そう、ハートの A とか。すごい、可愛い。これピンク、うん、あ、まだ赤。あ、ピンクだ、うん、これも。これダイヤ、うん、で、これがクローバーで、これが、なんだっけこれ、スペード。そう、スペード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 です。かわいい、かわいいよね、これ、うん、ほらかわいい、かわいい、めっちゃかわいいと思って。トランプはね、遊べるからいいよね。そうですよね、うん、次に、こちらです。はい、これはママが買いました。ママのスープやつ、スープのやつですよね。スープ？それでスープ？ちょっとさすがにさ、スープそれで飲まないでしょ。ここからブロッコリーが出てきた。それは普通に、玉ねぎ。あ、ごめん、動かしちゃった、ちょっとすみません。それは普通に、編集中とかに、うん、コーヒーとかをグワーって飲みたい。グワーって。そう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 。どういうこと？お茶とか水。アニメでよくあるやつで、これ。そうそうそう、お茶とか水が、水をとかをうわーって飲みたい。ちょびちょびじゃん。以上です。興味なさそう。はい、いいよ、次。もう次ですね、うん、次に。あ、これはジップロックみたいな感じのやつです。ミニに柄を選んでもらいました。テントウムシ、かわいい。かわいいでしょ。一個出していい？いいよいいよ、もちろん。ジップロックは本当にね、使えるからね。え、マジかわいい、見てください。フライングタイガーのジップロック、かわいいのが多くて、いろんな柄があるんだけど。テントウムシが3匹もいます。うん、え、かわいい。そう、リミちゃんがこれがいいって言うから10種類ぐらいあったんだけど、これを選びました。え、かわいい。私使う、今度。うん、これだから使いな。お友達の家にさ、お菓子持っていくときとかさ、こういうのに入れてもらうといいよ。はい、続いてはこちらでございます。こちらは、携帯の充電器、充電器が3つで、1つ目がこの水色に虹、これリミちゃんですよね。はい、リミちゃんです。どう見てもリミちゃんですよね。リミちゃんですね。で、続いてこちら
パールみたいな感じで。これママが買いました。え、かわいいね、これ。ママね、一個携帯のね、充電器がね、割れちゃって、むき出しになっちゃって、金が。もう使えないのね、一個。だから一個と、で、もう一個。もう一個あります、これ。一個ちょっとね、持ち歩きたくて。めっちゃカラフルやん。そう、でもこれは家で使おうかなと思って。これは？それは2階の寝るベッドのところに置く。これは？これは下で使う。これは？ね、ベッド2階。これは？トイレに。これは？もうしつこい。しつこい、もう言ったから。続いて、こちら。あ、こちらは、パソコンのマウスじゃなくてキーボードを経由するやつだそうで、これはパパが見つけて、これ150円なんですよ。安っ。安いでしょ。安い、ね、だから150円ならちょっと試しに買ってみようってなって買ってみました。パパとママパソコンよく使うので、やっぱ編集とかで、なのでね、これでちょっと綺麗にしたいと思います。あ、そうです。はい、続いてはこちらです。あ、これリミちゃんが買いました。見た感じリミだよね、これ。そう、リミでしょ。青だし、青だし。これは何に使う？わからないです。なんかに使うって言ってた。なんかに使うそうです。はい。よし、続いてはこちらです。こちらはですね、トランクのタグ、ラゲージタグ。なんかトランクに自分のなんか目印みたいなものをみんなね、まあ、名前とかでもいいんだけど。こういうなんか分かりやすいものをつけとくとすぐ自分のがめっちゃ可愛くない？わかる。ひょうちゃんといえばギョロメギョロメドピンクだし、え、めっちゃ可愛くない？ちょっとこれでもね、汚れてんのが気になったんだけどね、買うとき。まあ綺麗にちょっと磨いてみましょう。はい。なんか全部汚れてたよね。全部汚れてた。でもこういうデザインなのかもしれないし。これ何？あ、一応名札ついてんだね。裏にこうなってて、パスケースにもなるかなと思ったんですけど。あ、確かに確かに、そうだね。こんな感じでこう入ってて、うんうん、まあそれはね、詳しく書かなくてもいいかもしれないけど。名前がね、もう、うん、シーホディッカ。そうだね、シーテンホディッカ。もうそれはどうでもいい。どうでもいい。はい、次いきます。続いては、あ、黄色のなんかスマホケースなんですけど、これ誰ですか？リミです。リミ黄色。リミがね、最近なんか黄色とオレンジに目覚めたんだって。プーさんの色だからかな。あ、そうかも。なんかシンプルなものが欲しかったみたいで、今リミね、むき出しなんだよね、なぜか。あ、なぜかむき出し、ね、だからなんかこれがすごく欲しいみたいで、これが欲しいって。黄色なんです、最近ね。青とかよりなんか黄色にハマってるそうで、黄色とオレンジに。へー、すごいね。うん、まあでも夏っぽくていいかもね。続いては、はい、割れ物なのかな、全部なんか筒になるんですよ。あ、そうだね、割れ物ということで、割れ物を一つずつ紹介していきます。ゴミがいっぱい出るやつだね、これ。でも可愛いね、そのフライングタイガーっていう。かわいい。ちゃんと包んでくれてる。まず電気です。あ、そうこれあのセットだったんですよ、うん、あのお鍋みたいなやつと、うん、それが出たら紹介しますし、ね、そうだね、そう、お店の人がね、これかな、全部別々に。あれ、これ蓋だ、これ蓋だ。それ蓋だね。開けます。形からして、で、開けました。すごくないですか。こんな感じでこう売ってまして、はい、スープボール。そうです、そうです。で、私今トマトスープダイエットしてるんですよ。そうだね。でももう今日で終わりなんだよね、1週間一応。まあね、でも、まあね、まあこの先はあの、なんだろう、スープと果物だけとか、そういう極端なやつはやっぱ1週間以上は続けちゃダメって書いてあったんで、これからはまあ卵焼きとか食べたいと思います。そう、低糖質で高タンパクなものを中心にね、炭水化物は控えめで食べていくんですけど、はい、これからも。これマジで可愛くない？はい、スープはね、やっぱね、この今後も飲みたいというので、ね、このレンゲがマジでちっちゃくてマジで可愛いんですよ。可愛いね。でこう開けるとね、うん、まあね、こういうね、食器とかもね、楽しんだ方がね、ダイエットはね、すると。こうやって食べるんですよ、こうやって、うん、やばいね、めっちゃ可愛いと思って。買いました。はい、しょうちゃん専用です。イエーイ。ママが好きなもの。ママが好きなもの。ピン。ピン割れ物じゃないよ。そうか。じゃあ、メガネ。
メガネ。うん、じゃあ花瓶。あ、欲しい。あー、お、めっちゃ欲しいじゃん私。可愛くない？これ全部くっついてる。あ、取れちゃった一個。これ本当はくっついてるはずなんだけど。可愛いね、これ。可愛いでしょ。ママ大好きなんです、こういう緑。ママこういうの大好きなんですよ。私の部屋にもあるんですよ、なぜか。でもしんちゃんの部屋にあるの、これニトリで買った結構いいやつだよ。どっか、ありがとう。100均とかじゃないじゃん。ありがとう。はい、こんな感じです。はい、可愛い。もう一個ぐらいあると思う。この前、IKEA 行ったんですよ。その時もめっちゃ緑買って、はい、緑をね、増やしたいんです。好きだなと思いました。で、多分ニトリの、あの購入品紹介も多分ニトリじゃん、IKEA でしょ。 IKEA の、あのさっきニトリって言ったから、 IKEA の購入品紹介も多分あると思うんで、もう IKEA の方は半端ないです。めっちゃ半端ない。3万以上やばいです。楽しみにしといてください。あ、色違い。そう、可愛いでしょ。草もちょっと違う感じだね。そうそうそう、こんな感じで、こんな感じ。ほら、並べたら可愛いよ。なんでよ。いや、別に、こんな感じだ。可愛いでしょ。これで飾るの。そう、そうなんだ。はい、はい。それ、あれだよ、ちーちゃんが買ったやつ。私が買ったやつだ、これ、うん、あ、私が買ったやつだ。あ、クリスマスプレゼント何かな、楽しみだな。うわ。何それ。あの、開けるっていうとなんかクリスマスプレゼントも、あ、確かにね、この楽しみのワクワク感。うん、じゃーん。目覚まし時計。マジで可愛くない、この大きさって感じなんですけど、見てください、これ立つんです。可愛くない。ピンクで、あの、とにかく時計なんですけど、動くんですね。と、あの、そりゃ動くでしょ。止まってるの。こう電池入れなきゃ動かない。そうだね、電池入れなきゃ動かない。電池入れなきゃね。じゃあ後でまとめて電池を入れましょう。めっちゃ可愛いと思って。音鳴るの？目覚ましなの？目覚まし機能はなさそうだね。目覚まし機能もなさそうだね。ね、ただの時計かもしれない。まあでも私の部屋に多分ぴったりだと思うんですよ。うん、時計がないんだよね、翔ちゃんの部屋。まあ、いや、あるんですけど。あるの？どこにあるの？棚。棚？引き出しに時計入れてる子いないでしょ。だってさ、かけるとなんか。まあね、まあね。で、今の子はみんな携帯持ってるから、スマホで時間確認するから、別にいらないっちゃいらないんだけど。あ、あとそこにあるよ、止まってるけど。止まってたね、ほんとだ。あの、この前電池抜いちゃって。あー、ダメじゃん。止まってちゃ意味ないじゃん。だよね、うん。なので、こちらに電池を入れて、じゃあ、机にそれでかい時計置く、うん、どこに置くの？そこにでも時計あるんだよ。どこに置こう。テレビ。テレビ。テレビに置く、うん、以上でございまーす。カンカンカン。終了？終了でーす。はーい。はい、ということで、どうでしたでしょうか。私が、あ、待って。一番気に入ってたの、気に入ったというか、あ、そうだ、好きで、もう一個忘れてた。そう、買ったの忘れてました。じゃじゃーん、見てください、ギター。これもうね、箱から実は出しちゃってるんですよ。エレキギターを送って、1400円で売ってて、欲しいと思って買ったんですけど、見てください、このおもちゃ感。音楽は何の？見てください、これすごくない？これこれさ、リミ聞いてさ、しーちゃんすごいって言ってなかった。やめた。しーちゃんが弾いてるわけじゃないです。弾いてるよ。ね、触る、弦に触るだけで音が出るんですよ。すごい。じゃあ弾いてる風にすれば音が出ると。はい、ちょっとなんかね、ギターに興味があるみたいで、そういうの触りたいっていうんでね、試しにじゃあ買ってみようということで。でも2弦目、そう、ちょっとね、でもね、
あんまりあれなんですけど、ちょっと2弦目が壊れてるっていうか、ちょっと音がね、変なんですよね。ここが完全に壊れてて、そうそう、そこが閉めても閉まらないっていうか、戻っちゃって戻った。うん？戻った。ダメだよね。ちょっとね、調子悪いんですけど、まあでもね、本格的にこれでやるわけじゃないので、まあね、うん、お遊びで、ちょっとこう、お遊びでこう、触る、慣れるっていうかね、そういうのではいいのかなと思います。こんな感じでございます。はい、ということで、今回はね、フライングタイガーで買ってきたものを紹介してみました。ママが一番気に入ったのを予想します。これです。ママ、うん、あれもう一個は、うん、これなの。なんでわかんない？これだから。なんでよ。え、茶色だから。なんで茶色なの？ママって茶色ってイメージ。そう、そんなことない。そっちも。あれ、ママ黒、ママ黒のどっちが好き？どっちも好き。そっか、かわいい。うん、そっか。かわいいっすね。はい、ということで、ママがおすすめのこちらの商品ぜひみんな買っていってね。絶対買わないよね。それでは、バイバイ。ちょっとね、後ろにリミさん、ちょっとギターよろしいでしょうか。いい、行くよ。うん、なんでよ。突然弾き始める。はい、じゃあちょっとリミさんいいですか。はい、じゃあね、しおちゃんのバッグにちょっとつけてみました。かわいいね。かわいいよね。なんかいいんじゃない。これ電気を消してみてもいいかも、普通に。ほら、ピンクのお花が後ろについたかな。しばらくはこれでいきますか。しばらくこれでいきましょうか。はい、まあ、自然に取れちゃうかもしれないんですけどね、ちょっとテープで留めてるだけなので。はい、あと時計も動かしました。はい、こんな感じでね。はい、かわいいです。はい、はい、ありがとうです。バイバーイ。最後時計置くまま。うん。